右翼フェンスの高さは25フィート。下の遊歩道からフィールドを覗き込む人の姿も、巨大グラブとコーラビン、オラクルパークは、アメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコにある、野球場。旧州パシフィック、ベルパーク、SBC パーク、AT&T パーク。MLB サンフランシスコジャイアンツが、本拠地球場としている。野球専用球場として建設されたが、 会場から2年目の2001年からはアメリカンフットボールやサッカーなどの他競技の会場としても使用されている。特にアメリカンフットボールでは2001年には XFL サンフランシスコデーモンズの本拠地として使用され2002年からは NCWA カレッジフットボールのボールゲームエメラルドボールが毎年末に開催されている。MLB の球場では初めて日系企業が 球場を建設に本格参入した。また、住民投票の結果税金の投入が認められなかったこともあって、総工費約3億5700万ドルは地方自治体の援助なし。これは、ロサンゼルスドジャースの本拠地、ドジャース・スタジアム以来38年ぶりのことだった。本類から左翼まで三十九フィートあるのに、対し右翼までが三百九フィートしかない。 そのため、右翼方向のフェンスは高さ25フィートもある。さらに宇宙間は最深部が420フィートもあり、これは本類から中堅までより長い。この独特の構造と高いフェンス、そして海からの向かい風が相まって打者不利な球場であり、特に左打者には非常に不利である。ただ、会場当初の文献には、左のパワーヒッターには、 有利と紹介されたこともあり、それを裏付けるものとして、ジャイアンツの往年の左の強打者、ウィリー・マッコビーは、右翼フェンスまでの距離を見たら、思わず現役復帰を考えたくなったと発言している。ジャイアンツ所属選手で、この球場が本拠地となった2000年以降、シーズン30本塁打以上を記録した選手は、バリー・ボンズ、ジェフ・ケント、リッチ・オーリリアのわずか3人である。 左打者に至ってはボンズを除くと、2010年に、オーブリー・ハフが26本塁打を記録するまでは2000年の、JT ・スノーが記録した19本塁打が最多で20、本塁打越えすらおらず、スイッチヒッターを含めても2006年のレーダーラムが、記録した26本塁打が最多である。本塁打、パークファクターが1を超えた年はなく、打者不利であることが得点パークファクターなどの、 統計指標からも裏付けられている。投手が投球練習をするブルペンはファウルゾーンに設置されている。右翼フェンス広報がサンフランシスコ湾の入り江になっている。この入り江は前室のウィリー・マッコビーの名を取ってマッコビー後部と名付けられた。右翼席も小さいため場外ホームランが出るとそのほとんどが海に飛び込む。海に飛び込む特大アーチはスプラッシュヒットと呼ばれており。 中にはこのスプラッシュヒットボール目当てに入江で船に乗って待ち構えているファンもいる。このスプラッシュヒットが記録されると、ライトスタンド最前列に会場時からの合計本数が電光掲示で表示されるとともに、スタンドと海の中間にある噴水が吹き出る仕組みになっている。2020年現在、今まで最もスプラッシュヒットを打った選手は、ボンズで35本である。 ボンズがスプラッシュヒットを多く打っているため他の打者でも簡単に海へ打てるように思えるが実際には前述の通り極めて打者不利な球場であり宇宙間方向は深いため130メートル以上飛ばさないとスプラッシュヒットとはならないしたがって波の打者では早々打てるものではないジャイアンツ公式サイトではスプラッシュヒットを放った選手のリストが掲載され ジャイアンツ所属選手に関してはその映像を見ることができる。日本人初のスプラッシュヒット達成者は福留康介。なお、厳密にはスプラッシュヒットと認められるのはジャイアンツ所属の選手が打った場合のみであり、上述の公式サイト上では打球団の選手による記録はマッコビーコウブへのホームランと表記されている。右翼立ち見席権通路の下には ナットホールという遊歩道があり、アーチ状のところから試合を無料観戦できる。3回、5回、7回に他の人と交代しましょうと書かれた看板があり、交代観戦を呼びかけている。対する左翼席後方には巨大なグラブとコカ・コーラの瓶がある。グラブはヴィンテージスタイルで世界最大級の大きさを誇る。サンフランシスコの対岸にある学園都市ワークレーに、 在住の芸術家が制作した。ホームから500フィートも離れたところにあり、未だこのグローブに収まる大ホームランを放った選手はいない。隣にあるコカ・コーラの瓶は長さ約24メートル。中は4つの滑り台になっている。サンフランシスコジャイアンツ戦では8回の時点でサンフランシスコジャイアンツがリードしている時には、ジャーニーのライズ、負けている時には、 ジャーニーのドントストップビリービンが流れる。ありがとうございます。